2015年2月17日、中国のネットに日本を見くびれない理由と題したスレッドが立ち、スレッド主は自身が考える日本の実力について綴った。以下はその概要。日本は軍隊を持たないが、自衛隊は日本の軍隊的な存在で、軍備の質は世界一流を誇る。さらに、三菱重工や川崎重工、富士重工など、軍需産業において、 実力のあるる。大企業が多く存在しているこれらから日本が隠れた軍需帝国と言っても過言ではない財務省が2014年に発表したデータによると日本の2013年末の対外純資産日本の政府や企業個人投資家が海外に持つ資産から負債を差し引いた金額は325兆円を超え23年連続で世界一の債権国となった 日本経済は中国に依存していると主張する声があるが日本は欧米や新興市場で多くの産業に進出しており巨大な海外資産を持っている中国がなくても日本の経済は崩壊しないのだ以上のことからもわかるように日本は巨大な軍事力と経済力を隠し持っている衰退しているのではなくむしろ発展しているのだ日本は 中国の経済成長を伝え、自国の経済停滞を古大している。中国が注目されることにより、自国の実力を隠そうとしている。くれぐれも日本を見くびってはいけない。